今日のマーティー君。待て待て、よいよ、あれ入んな入んな、あれうまいか。食べてますね、マーティー君、美味しそうに食べてますね。ごちそうさまでしょ、マーティー君。じゃあ今日の本編行きましょう。私だ、ノリーク・スカイウォーカーだ。今日はこれで遊んでいきたいと思う。レゴ・スター・ウォーズ、マイクロ・ファイターズ、A ・ウィング・バーサス、タイ・サイレンサー、マイクロ・ファイターズです。ということで、マイクロ・ファイターズのシーズン5がいつの間にか出ていたので購入しました。早速これを開けて作っていきたいなと思います。ということで完成したぞ。今あっという間に出来上がったように見えたと思うが、あれは私のフォースではなく早送りだ。では細かく見ていくとしよう。まずこちらが A ウィングだな。 A ウィングは旧三部作では真ん中の方に赤いラインが入っていたわけだが、最後の時代で登場する A ウィングは改良型のためブルーの塗装になっている。また羽の端にミサイルが装備されているな。そしてこれが A ウィングパイロットだ。 A ウィングパイロットはこのような感じでブラスターを装備している。このヘルメットを外して顔をくるりと回すとバイザーを下ろしたような状態になるな。そして顔がいかつい状態になっていると。そして A ウィングには A ウィングに乗るための階段、このような形で使うんだな。ミサイルの予備、そしてレンチなどが備え付けられているぞ。続いてこちらがタイサイレンサーだな。タイサイレンサーは大きなものを以前作っていると思うので、ぜひ前の動画チェックしてみてくれ。そしてこのタイサイレンサーにはカイロレンが乗っている。カイロレンは十字のライトセーバーを持っていて、そして今回は髪の毛が出ている。髪の毛を取ってくるりと回すとわーっと怒ったような表情になっているな。そんなわけで今回はこのマイクロファイターズを作ってみたわけなんだが、本来は寸劇を撮ろうかなと思っていたんだが、このノリーク一人ではとてもじゃないが恥ずかしくてできない。ということで今回はレゴスターウォーズマイクロファイターズ、 A ウィング VS タイサイレンサーマイクロファイターズでした。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そして今回のおすすめ動画こちらの方に出ていますので、ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録がお済みでない方はこちらに出ていると思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は以上でございます。また会おう。